タムウォーターはアメリカ合衆国ワシントン州サーストン郡の都市である。2000年国勢調査によると人口は12,698人である。北緯47度0分28秒、成形122度54分40秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によると総面積26.1平方キロメートルである。 このうち2 5 8トルが陸地であり、0 3トルが水地である。2000年の国勢調査では、人口12,698人、5,659世帯、3,253家族が暮らしている。人口密度は4 9 2 7トルである。231.0。 平方キロメートルの平均的な密度に5953件の住宅が建っている。この都市の人種構成は白人88.41%、アフリカンアメリカン1.39%、ネイティブアメリカン1.24%、アジア3.90%、太平洋諸島計0.36%、その他の人種1.50%、根結3.21%である。 この人口の4.08%はヒスパニック、またはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している世帯が28.3%、夫婦のみの世帯が41.5%、未婚女性の世帯が12.3%であり、42.5%は家族を持たない。個人名義の接待主が33.7%、 そのうち65歳以上が10.2%である。世帯ごとの平均人数は2.20人、家族ごとの平均人数は2.82人である。18歳未満が23.2%、18歳以上24歳以下が10.9%、25歳以上44歳以下が29.5%、45歳以上64歳以下が23.0%、 65歳以上が13.5%、平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は89.8人である。18歳以上の女性100人に対して男性は84.5人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は 43,329US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 54,156US ドルである。 男性は4万 1778US ドルに対して女性は3万 2044US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は2万 5080US ドルである。人口の4.3%及び家族の8.5%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の9.5%。 および65歳以上の5.2%は貧困線以下の生活を送っている。一人当たりの収入はワシントン州522地域のうち89番目に高くサーストン郡の中では最も高い。1846年、マイケル・シモンズとジョージ・ワシントン・ブッシュが率いる開拓団が新しい市場としてピュージェットワン南端のデシューツ川にある滝の隣に移住した。 ピュージェットアにおける最初の移住者である。初期の入植者にとって水力発電の可能性を持ち、バッドインレッドが近いため輸送手段があり、遊牧のための草原が広がっていたことが魅力的だった。シモンズとブッシュがコロンビア側北へと移住した主な要因は、オレゴン州が非白人の移住を禁止しており、奴隷問題の係争を回避することであった。 ジョージ・ワシントン・ブッシュはムラートであり、オレゴン州の法律では土地を所有することができなかった。その後、コロンビア側以北の地域がアメリカ合衆国の一部となった際に白人の入植者がワシントン州とするよう議会に請願した。タムウォーターとは、チヌークジャーゴンにおける滝や急流を意味するタンチュームが由来である。年月日、 正式に設立された。1896年から2003年にかけて、オリンピア醸造の本拠地のあった場所として知られていた。オリンピア醸造は、デシューツ川沿いにあり、1896年から禁酒法が成立するまでの間、ビールを生産していた会社である。禁酒令の廃止後、元の醸造所から、すぐ上流に、新しい醸造所が建てられた。醸造所は、 サブミラーに買収されたが2003年7月1日に閉館した。ありがとうございます。